続いて黒芝の小太郎ちゃん、小太郎ちゃんのレントゲン所見をちょっと見てお話ししていきたいと思います。まず小太郎ちゃんのプロフィールとしては何歳だ、10歳11歳、1月で11歳になった子ですね。男の子で去勢手術をしてます、若い時にね。で今回のレントゲン所見ではまず胸部からいきましょうか。でこれ横向きで心臓の大きさ、気管、肺炎の移り方、ちょっとこれは金属のものが一緒に映ってしまいましたけども、なかなかやんちゃな子なんで、この子レントゲン撮っていくの大変なんですけども、心臓のサイズとか、それから大動脈、高大静脈、肺炎の移り方、ほぼほぼ正常じゃないかと思います。これはちょっと歪んでしまってます。胸椎と胸骨のラインが合ってませんので、いいポジショニングではないですね。肺炎は胸がちょっと千葉県の場合深いんでね、ちょっとこういうとこはデンシティが高いと白さが濃いとは思われますけど、肺も特に異常がないんじゃないかと思います。で続いてお腹の方ですけど、レントゲン見る場合はね、いつもお話してますけど、皮膚のラインを見て、で写ってる範囲内の骨を見ると、こちらもそうですけど、皮膚のラインを見て、そこから骨までの軟部組織の厚みを見て、栄養状態はそう悪くない、ちょうどいいぐらい、ボディコンディションのスコアで3ですね、ちょうどいいということです。それであとは頸椎、胸椎、腰椎から股関節と、横向きでラテラルで見る限りは綺麗だと思います。よくね、千葉県で高齢になってくるとね、骨関節症の一つで変形性脊椎症になる子がいるんですけども、この子は今のところね、11歳ですけど、そういう兆しは今のところないですね。ただお腹の中ですね、腸管にガスパターンがかなり多いんじゃないかと思います。で昨日便して検便したんですけど、寄生虫はいなかったんですが、便の中にですね、便を茶こしでこしましたら、何ですかね、これ何が入ってんの、毛布、繊維状のものと未消化の食べ物がかなりたっぷり出てました。でちなみに今日のやつはちょっと出しておいてね、今日またうんちして、今日の異物チェックをしたんですけど、今日のはこんな感じで、ここでは異物は食べることができませんので、残ってる繊維のようなのがちょうど出てきましたね。はい、しまっといてください。からあと腰椎も股関節で、股関節がね、本当は移そうと思ったんですけども、正面の股関節がちょっと完全に入りきらなかったですね。これだけもう一回取り直そうか、腹部の VD、それはちょっと今から取り直ししたい、取り直しじゃないけども、股関節がちゃんと入るように取りたいと思います。やっぱり股関節も変形性骨関節症になりやすいと思いますんでね。ただこの子脊椎に関しては横向きで見ると、ここね、股関節綺麗そうに見えるんですけどもね。からあと肩とか、肘まで映ってないですけど、肩関節は綺麗に映ってると思いますね。だからレントゲン所見としては全体的にはそう悪くない、ただし腸管のガスパターンが多いなと、異物、この子の胃腸の中にはかなり異物が混在しているということが言えます。以上です。